今回紹介するのは動物翻訳家心の声をキャッチする飼育員のリアルストーリーという本です動物たちが暮らしやすい魅力的な環境を作るためには彼らの行動を理解し心の声に耳を傾けることが重要それは飼育員による大胆にして緻密な翻訳作業なのだ飼育員の 知られざる苦悩と奮闘動物の幸せって何その答えがここにある渾身の動物園ノンフィクション人生において動物園に行くタイミングは3回はあるそうな最初は子どもの頃親に連れられて行くとき、次が恋人ができてデートで行く時最後は自分の子供を連れて行く時その程度の頻度でしか行かないから 動物園に対するイメージって希薄で動物が適当に集まっているところでしょという次元を超えることは難しい当然世話をする職員もただの餌やり担当だろうくらいの認識しかないのであるが本書を読むとこの世界の奥深さに圧倒されるのである動物たちが快適に過ごせる環境を作るには動物の意見を聞くのが一番なのだが 彼らは口を聞いてくれないわけで日頃の動作や反応を顔色や糞を熟読顔見しておもんばかるそこから仮説を立て施策を打ち検証し修正するというなんとも根気のいる仕事になるわけであるそういう人たちの目線で動物を見ることは一般人にはないであろうが本書はそれを疑似的に体験させてくれるのであるいや 正確に言えば著者の極めて臨場的な筆致によってバーチャルな動物園職員体験をさせてもらえるのであるその結果動物園に行ってみたくなるのであるここまで引き込まれたのは久しぶりなのでレビューを書いてみた次第以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。